岡市の照葉地区で健康に役立つ研究を連携して進めようと、福岡女子大学と健康食品メーカーが協定を結びました。福岡市に本社を置く八津屋と食健康学科を持つ福岡女子大が締結したのは、健康に役立つ研究や情報発信を連携して進めるための協定です。研究は東区照葉に練習場があるプロバスケットボールライジングゼファー福岡のユース選手や塾に通う小中学生を対象に、放課後から就寝までの栄養の取り方から始める計画です。食事を通じてバランスであったりとかタイミングであったりとかを狙いながらする研究が最初メインになるんじゃないかなと思っております。福岡女子大の向井学長は、大学の科学的分析の知恵をコラボさせて、万人が納得できる研究成果が得られると思うと述べました。